時20分の、新函館、まあ、はやぶさ7号ですね、はやぶさ7号です。これから借金の取り立てに仙台に向かいます。というか、ちょっと改めて考えるとソーシャルディスタンスでこれ並ぶ距離も離れるんですね。いやどうすんだろうお盆の時とかめっちゃ並んでんだけどな、これどうすんだろうな、みんな。さあ、ということで仙台にゴーゴー。羽黒台っていうところに来ましたね。めっちゃ駅から遠いな。てか高台だし。ああ今日はスタンド持ってこなかったんだね。じゃあこれからですね、取り立てに行きます。で最初はとりあえず合法的に、近所の人たちにですね、まあ、ちょっとお手紙を出そうかと思います。まあ、お願いっていう形でですね、まあ、今の現状をとりあえず周りの人に知ってもらうっていうだけでも多分あのお金を借りてる人っていうのはちょっと怖いと思うんですよね。で、まあ、とりあえず近隣の人に話をして、まあ、でもあの金払えとかそういうのになると完全に違法になってしまうので、まあ、クラウドファンディングっていう形で、お金を融資してもらえたらいいなっていうふうに書いてあります。まあ、あの田舎の方が多分周りとのつながりは広いと思うので、やっぱりですね、もう400万をそのまま逃げ抜けっていうのは絶対させないですからね。もうこんな借金取りの仕事じゃなかったらすごいピクニック気分で楽しいのに、はい、ということで近隣に、20通ほどお手紙を配りました。ここでは自分の名前を最初に言うとドアから出てこない可能性があるので、 Amazon の業者を装ってまずはドアを開けてもらいます。あ、すいません、 Amazon です。お控えさせていただきます。はい、レイジ君の全然お金返さないです。返さないって言ったって私分かんない、ね、ちょっといないいないいないあれ私の車いないって警察に呼ぶよ。あ、あのね、なんか私はあのちょっと留守番してるんですけど、あのなんか変な人が来てんのよ今。ええ、みーちー。あ、すいません、ですね、はい、あのこちらの方で今お金をお金の問題でちょっと揉めていて、ね、はい、あのうちの方にちょっと来たんですけれども、の家です。そうですね、今うちに入ろうとしたんですけれども、なんか留守番の人っていう方がいて、まあ、ちょっと家に入れない状態で。なんかわかんないんだよ。あ、違います、はい、うん、私は知らない。今いる。あ、私あの愛沢義則と申します。なんか、はい、お金が全然返さないからどうのこうのとか。山田本町の12-62ですね。うん、知らない知らない。そうですね、ここのお宅の方にお金を貸して、まあ、それで返してくれなくて、まあ、そうですね、まあ、何度もちょっと催促はしてるんですけれども、ちょっとあまりにもあのよろしくない態度だったので、もううちに行くしかないなと思ってうちに来てます。こんにちは。あ、こんにちは。どうしたんですか。いや、どうだろう、詳しく話したもんね。まあ、こっち来てますか。ごめんごめん、はい、どうぞ。あ、こちら。あ、僕がちょっと、ごめんなさい。お金をとりあえず、ここの持ち主に聞かせて、うん、で、まあ、全然返ってこないんで。ああ、何、忙しちゃったんですか？連絡取れないんですか？個人的に、そのお金を。電話したら、メールでのやり取りお願いします。メールをしたらどうなる。メールをすると、すいません、パス、今は申し訳ございませんと。なるほど。ふざけてにも、最初は優しくいろいろ出すと。そうか、賃金の貸し借りがあるっていうのは、この証明書で明らかなんでしょうから、いずれ法律に
触れないようなやり方をしてもらわないと、例えば家人がここに対象にねいらっしゃらないのに来てしまうと、多分相沢さんが乗り込んできたという形で多分状況わからないと思ってしまって、そうですね、ですよね。まあでもそれはそっちの、ああそれでこう無理やり入ろうとするとまた別の話になってくるので、で住所もなんか変わったからっていうふうに言ってて、うん、住所先も書かれて、で住所先に行ったら売却って書いてある。どこだろう、2-26の住所、これは廃泊、いやちょっとごめんなさい、仙台の地であります。大丈夫、あれ相沢さんどちらですか。東京です。あ、なるほど。なんか相手は多分まあ遠くだからあと仕事もいいじゃん。もともとは相沢さんの知り合いなんですか。お父様の知り合い。そうですね、僕の父親と僕は母方の方で、はいはいはい、もう再婚して縁も切ったんですよ。なるほど、うん、だけどなんかフラッと倒れてで再婚したから、で再婚の息子でだから義理の弟みたいな感じで、あそういうことなんですか。僕はもうそこにいるって思わなかったんですよ、そこにいるって思わなかった、だったら、で離婚もするって言ってたんで、じゃあ何なのこの人。いつまで返すとかっていうのは話はしてるんですか。毎月だけでもいいから返しなさいよって公正書士に書いてあるのに、毎月どころか1回も払ってない。相手の方とやっぱり連絡取ってもなかなかあれなんですよね。連絡でもダメなんですよ ね, すよね、うん、しょうがないじゃないですか。まあまあそれは分かるんですけども、ですので相手の方にも話しときました。家族内でそういうふうなことが共有しててください。相手の方とまず連絡を取って対応する。連絡がだから取れないんです。どこにいるかもわからない、全くわからない。メールがっていう、メールもたまにその毎月末だけ返す、返してくる、返ってしてくる。こっちからの話は全然返ってないです。今どこにじゃ住んでるかもわからない状態。メールだと紙だもん、2-26に、まあ、返してもらえないっていう相沢さんのお気持ちはわかるんですけど、うん、からといってやり方自分が悪者になってしまうので、うんうん、ちゃんと順序を立ててそのやっていく方がご自身のためにいいと思います。一番の壁で順序立てたつもりなんですよ、僕としては、本当に裁判もやる、差し押さえで新宿の警察署に相談したけど、まあ、返すメールでは返す意思がある以上はしょうがないねっていうのは、もう暴力、今僕、まあ、捕まるのは嫌だから暴力は絶対しないと思ってるけど、まあ、ある程度やっぱり違法の方に引っ張されるようなのかなと思っちゃうの。いや、それでままならないから早急にこっちって話なんですよ。ままならなくないといえばままならなくないんですけど、いやじゃあ上げれるかっていうか上げれないです。それだってやっぱりお金取り戻すのに仙台に来るかかってます。今日はじゃあそのお話するために仙台に来られたんですか。まあ、お話というか取り立てるために来た。その前は連絡はしてたんですかね、相手の方に。ああ、してないです。してない。警察の方でどうしてもなんかお金を取り立てるのが悪いって言うんであれば、ね、もう僕は捕まえられてもしょうがないと思います。やり方、取り立てるのがいい悪いっていうんじゃなくてやり方ですよね。これはなんか無理やり入っていったら状況してそういうのがありますよね。そういうこう、ね、掴んだりして暴行とかにもなります。そしたらここまでやってきたらもともともなります。高校は高校で罪を受けて、でもこっちの方はこっちの方ちゃんと返す。暴行したからっていうところがチャレンジ。したらやらない方がいいんじゃないですか。暴行って30万じゃないですか。それまあその時、うん、まあ何かその時に、うん、この一応状況があるから多分30だと思うんですけど、30払ってでも向こうがちゃんと払うっていうミスになってくれるんだったら、まあ僕はしょうがないんだ。そしてさらに話すこと20分、状況説明が終わった後、実は向こうのおばあさんの方でも警察の方がいろいろ説得をしてくれまして、そのおばあさんの電話から今回のお金を借りている人に電話をつなげてくれるということになりました。これだけでも進展があったと思って喜んでいます。もしもし、どうなってんのか、どちら様でしょうか。だって分かんないですね。相沢義典ですけど、全然お金払わないじゃんねえ。はい、じゃなくてさ、払う気ないじゃん。バイトます。高校生のバイトだって1年経って1円も払わないってないぜ。何やってんの今。仕事してるって何の仕事してんのよ。仕事してお金入ってんでしょ。お金稼いでんだったら返しないよ。約束じゃん。パーじゃなくて。当たり前じゃね。ねえ、メールで散々あれだよね、アイデアも出したし、多少強くも言ったよね。なんで全部仕方すんの。
返す気ないってことでしょ。仕方でしょ。キュンに対してアンサーないんだもん。あげく、あの紙板のうちだってもうなんかあれなくなってるっていうか住んでないしさ、もう立派にあれやで、嘘だぜ、詐欺だぜ。今言い訳考えてる。商売やってたってどうないの。もしもし、いや、なんか言ってくんないと困るよ、こっちだって。ここまでしないと、なんかこっちも連絡取れないの。毎回毎回警察の人にご足労にもなって、うちにいる人怒鳴ったりとかは知ってないけどさ、うちだってあれだよね、法務局で調べたけどまだアンタンチだよね。むしろなんかあのおばあさんが話しようっては言ってるけど。迷惑だしさ、迷惑だよ、俺だって迷惑だもん、そんなの。どんだけ1年間大変だって。だから怖くて分かるけど。でしょ、ほらいいよ。もしもし、あ、ごめん、今あのおばあさんの方から横槍入れられたからそっちに帰ってきたけど、どうすんの、ね、ずっと今警察の人も待ってんだけど、今どこにいんの。千葉なんで。じゃあうちの近くに来てんだったらむしろ話しないよ。でもあれでしょ、また約束これで一回話しようかって言ったら逃げるでしょ。逃げたことはないと思いますけど。じゃあこうなんないっていうの、全部逃げてんだよ、行動が。また3月12日の件だとメールだからあんまり強く書かなかったけど、あれであれだったかね、1000万なんて知ってっかんね。あの時本当に保証金必要だったのに。もう1000万もなくなったら、はっきり言ったら殺人案件だよ、これ。そこまでしないけど。600、700で結構人殺すとかあんじゃん。このまま喋ってていいんですよ。喋るのは。もう黙っちゃってる。ずっと黙ってる。ずっと黙ってますね。もう話進まないですよね。とりあえず本人と拉致が開かないので、おばあさんと話をすることで警察には引き取ってもらいました。最後に暴力だけは気をつけて、の他に頑張ってと言われたのが嬉しかったです。腕も筋でも腕もなければそうでもないで。だから話何年だとか本当に、まあおばあさんには悪いけど、やっぱりそういうふうにこっちもそれだけ頭きてるよっていう意識は、うん、分かる分かる、うん、申し訳なかったけど本当に分かる、うん、一回うちの会社でも働けばいいじゃんって言ったんです、うん、朝の仕事とか。何会社やってんだ。あ、いえいえ、あの配送の仕事やってて、あ、配送の仕事やれば月30とか取れるから、うんうん、だよな、うん、いや月30くらいじゃ全然お金返す予定にならないんでって言ってたら、もっとお金が入る、なんかよすぐなるのかな。じゃあそう、うん、H 君と連絡ついたら、うん、連絡するから、ここでお願いします、うん、大丈夫。ほら、もう一個お疲れ様でした。だってすいません、ありがとうございます。かわいいじゃん、まあ、ごめんね、驚かしちゃって。お金借りてこっちがある。あじゃあすいません、よろしくお願いします。ごめんね、わざわざありがとう。ありがとうございます。じゃあ、お願いします。